サウナ好き、サウナいい。さあ、みささん、はい、北海道にやってまいりました。帰ってきましたね。北海道帰ってきましたね、はい、今回はですね、うん、みさとさんと、はい、もう一人、うん、ゲストの方ちょっとお呼びしますんでね、ちょっと待ってくださいね、うん、あ、ちょっと今ねゲストの方後ろ隠れて、なんか嫌がってません？大丈夫ですか？ちょっとあのゲストの方撮ってもらっていいですか？はい、ちょっとゲストの方お呼びしますんで、よいしょ、はい、はい、キュンちゃんです。こんにちは。キュンちゃん、あの北海道サウナ旅でね、2年前からいろいろね、キュンちゃんと一緒に北海道のいいサウナを紹介させていただいたんですけども、はい、3人で、はい、キュンちゃん楽しみにしてたかな。どう、キュンちゃん、まんぺいさん待ってたよ。キュンちゃんテンション高いめ。今年なんと、うん、あのなぜかあの4施設もあるんです。え、あのそれはつまりあの、うん、北海道の方が回ってくださいってことでパワーアップしたん。そうなんですよ、パワーアップしてるんですけど、今回1施設目、はい、新千歳空港で、ね、うん、僕ら降り立ちましたけども、はい、まあ、約車で1時間ぐらいのところにあります、うんうん、あの支笏湖というですね、はい、あのものすごく綺麗な湖があるんですよ、うん、はい、そこにの、うん、あのほとりにあるあの丸駒温泉さんというところに行こうかなと思ってます。湖ビュー、はい、しかももう国立公園になってます、ここ。私そこでサウナ入るんですか？はい、国立公園内にあるサウナ。はいはい、あ、お、これこの建物じゃないですか、見えてきました、看板がありますね、はい、国立公園支笏湖丸駒温泉旅館。なんか立派な、うわすごい、国立公園の中に、うん、サウナがあるって、まあ、全国的に見てもあんまないですからね。ないですよね。あのそれこそザサウナとかね、はい、あと鳥取県にあるネイチャーサウナ、うん、あそこも国立公園の中ですけど、ちょっとどんな感じなんだろう、ね、ドキドキしますね、ね、楽しみです。行ってみましょう。行きましょう。ありがとうございます。あの元々はですね、温泉旅館として109年温泉を守り続けてきたんですけれども、はい、まあ、温泉だけではなくて温泉と水、自然、まあ、これを全て守ってきた中で、去年の11月にですね、一番支笏湖に近いところに屋外のサウナを作りました。屋外サウナですか？あ、じゃあもう新しく別でサウナだけを作っちゃったんですか？そうですね、はい、湖畔のサウナという名前なんですけれども、はい、もうまさに本当に湖畔、もう目の前は支笏湖のサウナが、はい、オープンしたばかりでございます。あ、じゃあもう本当に今聞いた話だと、もうこの目の前が支笏湖になってるってことですか？はい、もう敷地ギリギリで作りましたので、目の前が支笏湖です。はい、それなんで作ったんですか？あの私たちはですね、この支笏湖の自然を守ってきたんですけれども、うん、はい、やっぱり自然を守るだけではなくて観光と環境の共生を、まあ、やりたいなと常に思ってたんですね。でサウナをきっかけにして支笏湖の水の綺麗さを見ていただいたりだとか、この、まあ、森ですね、森のやはり、木々をですねエネルギーと今回してるんですけども、その大切さでサウナをするというありがたみ、改めて皆さんにそれを感じていただくことによって支笏湖をより好きになっていただいて、 で、まあ、できれば支笏湖をですね、まあ、あの自然を守っていただくっていう方がもっと増えればいいなっていう気持ちをサウナを作りました。あ、なるほど、かっこいいね。え、あ、じゃあちょっとそういうメッセージとか思いも入ったサウナってことなんですね。はい、ちなみにそのサウナは どの辺にあるんですか？はい、建物1階出ていただきまして、あちらの方で進んでいただきますと、うん、はい、サウナがございますので、はい、ぜひ行ってみていただいてください。わかりました、じゃあちょっと行ってみますか、はい、行ってみましょう、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうぞお楽しみください。
ちねえ、サウナ全然なさそうですけど。わあ、でも本当目の前が支笏湖だ。本当だ、見えてきましたね、支笏湖。ねえ、すごいですね。あ、すごい。でも、うわ、綺麗だな。うわあ、すごい。うわ、めちゃくちゃいいじゃないですか。あれ、うわ、すごい。絶景だ。綺麗。めちゃくちゃ綺麗ですけど、ね、サウナどこなんですかね。これはサウナじゃないか。なさそうですね。船だね。船。こっちかな。白樺の木もある。ね。あれ煙突じゃないですか。あれ違う？いや、あれっぽくないですか。あ、本当だ。ね。あれじゃない？煙突、うわあ。あれだ。ちょっと行ってみましょう。はい。でも本当に目の前ですよ。本当だ。湖が。ここっていうか。やばい。目の。本当に目の前じゃん。ちょっと。うわ、すごい。わあ。うわ、良さそう。しかもガラス張りのサウナですよ。すごい。すごい。しかも。薪、火が燃えてる。あ、本当だ。ちょっと降りてみます。行っていいんですよね、これね。本当行っちゃダメって書いてるような場所に水風呂と整い室がね。うわ、すごい。うわ、すごい。すげー。あー、冷たい。そんな冷たい。冷たい。おえ、これ水風呂じゃないんですか？水風呂はあの湖がある。水風呂。これ入っていいんですか？支笏湖に。支笏湖が水風呂。国立公園の支笏湖に入っていいんですか？まあまあしけてません今日。ちょっと触ってみますよ。これね、皆さん多分ね、過去一かも。今が今外気温 1.2 度。さあ、水温が何度かちょっと見てみましょう。はい、行ってみますよ。あ、ミサさん4度。4度です。あったかい。いや、あったかくない。あったかくない。あったかくないわ。いや、もう4度でこのバイブラないじゃないですか。だからこれ自然のバイブラが効いてるんで、体感はもうさらに低いです。やばいですよね。はい、もう1度レベルだと思います。なんかアバントより寒そうなんですけど。アバントより寒い。はい、大丈夫なんですか？はい、あれを着て。ライフジャケット置いてるじゃん、あそこ。あれはじゃあ通常営業でもあれを着てお客さんを入るってことなんですね。あ、じゃあ本当に施設がじゃあ許可して、ここはもう普通にあの使っていいよってことなんですね。じゃあ、すごい。サウナで温まって、うん、この国立公園を体で感じろと。そうですね、支笏湖のこの水を、自然を感じろってことですね。水着に着替えたということで、気持ちいいですね。気持ちいいですね。風がね、程よくと。あそれではじゃあちょっと、はい、お邪魔しますかね。景色綺麗。景色もね、いいんですよ。ね、景色もいいですけどね、サウナも気になるから ね、ちょっと行きましょうかね。雪質どんな感じ？雪質ね、ちょっと見てみましょうね、雪質ね。うん、パウダスの。よし。ほわほわ、ね、ほわほわなんだけど、サウナも気になる。うん、行ってみよう。選択肢としてね、やっぱ水の雪ダイブっていう。あ、雪ダイブもできますよ、ね、雪ダイブ皆さん。ここね、ふわっとスノーダイブにして、そっから水風呂もいいしね。そうですね。うん、水風呂からのスノーダイブもいいけどね。でもまあ、サウナ気になるから行ってみよう、ちょっとね。マンペさん、水通しとかしてなくてでしたっけ？水通ししちゃおうかも。ちょっと行ってみましょう。あ、気持ちいいっすね。柔らかい。柔らかい。めちゃくちゃいいです。一度あったかい。あったかい。あった
好き、サウナいい、ここにサウナあってよかった。サウナのありがたみ感じますね。サウナあってよかった。しかもサウナ入りながら今もう丸見えですからね、この絶景が。この景色すごいですよね。すごい、ずっと波がこう立ってて、でちょっとね、空がこう雲が、うん、離れてきて空の、ね、合間がこう見えてきて、まためちゃめちゃコントラストがいいですよ、うん、なんか天国感ありますよね、うん、この白さと明るさと陰り具合、うん、なんかここ作った職人さん、はい、こういうサウナを、はい、施工した職人さんがさっきたまたまトイレ行ってる時すれ違って、はい、でこんにちはなんて挨拶してたんですけど、地元の人なんですけど職人さんも、やっぱみんなここ夏とか工事来るたんびにまず最初湖の写真あまりにも綺麗だからみんな撮るんですって、だから地元の人すらもやっぱ思わず1枚撮っちゃうような、うん、やっぱ綺麗な湖らしいですよ、毎日見ても毎日感動 してるんですね、みたいです。これさっき美里さんこれ薪ストーブって言ってたじゃないですか、はい、火が燃えてるなと思って、多分ちょっとこれロウをちょっと見てほしいんですけど、はい、薪ないんですよ。本当だ、下からなんか火柱みたいな感じで火柱上がってるでしょ。これあの、はい、ま、薪ストーブじゃなくて、うん、あのペレットって聞いたことあります？ペレット、あ、なんか最近聞いたことあるかも。そうですよね、いらない、要は木とかの木くずをこう、うん、まあ簡単に言うと圧縮してこう、はい、こういう、うん、なんだろうな、プレスした硬くなったやつを燃料としてこう再利用するっていう、はい、まあ本来間伐材とかね、多分木くずとか捨てるゴミになるやつを圧縮して再度燃料として使ってる用のサウナストーブなんですよ、これ。ペレットサウナストーブっていう。へえ、あ、じゃあもうそれ専用なんですね。あ、そうです、そうです。へえ、すごい、そんな燃料のことまでやっぱり考えていく時代なんですね。ねえ、じゃあちょっとちょっと初めて、ぜひ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 、どんなこのね音が鳴るのか、うん、いきますよ。わあ、おお、しっかり、しっかり鳴り、あー、いいね、早い、うわー、駆け抜けてる、回ってく、うわうわうわ、後から後から追うように、あ、すごい熱が大きくなって、うん、しかもでもなんかあの嫌な暑さじゃない、うん、あの温度帯ですね。本当ですね。爽やかというかこう程よく軽さがあって、確かにパーッと回るような、うんうん、すごいいい熱だ。いい、確かに、なんか薪の香りとかも全然しないですね。火の香りっていうかそういうのもせず。そうですね。ミセスさん。え、あ、え？絶景だ。あれ？あれ？一瞬消えた。あ、ロウリュするとちょっと絶景が一回、そうですね、はい、フィルムが、フィルムがスチームで、これも自然の、そうですね、ナス、そうです、今は絶景じゃなくこの熱を感じてくれと、そうそうそう、このペレットの熱を感じてくれってことなんですかね、はい、そうですね。あ、結構熱々になってきません？結構熱いですか？ね、あ、やっぱじゃあこことここでまたちょっと違うのかも、変わってます、うん、いいです。こっちね、はいはいはい、結構良いですよ。あ、本当だ。この40センチ、50センチ全然違いますね。ね、壁からも来てる気がする。まあそうですね。この壁もそうだし、まあ単純にストーブの輻射熱がしっかり来てますね。だこれこうやってても普通ね、こう足を上げて足を温めたいと思うけど、うん、この位置だったら足下げてもめちゃくちゃ温まりますよ。足が。はい、いっぱいかき、いいですか？お願いします。おー、いいなー。わー、後から後から
る。あ、すごい。後ろ回ってちゃんと前までこう、なんか回って滞留してますね。すごい気持ちいい。滞留が面白いな。これ、伊佐さんでも、はい、どうします？これ、この後行くじゃないですか。はい。支笏湖。うんうん。で、ライフジャケット、はい、着て、多分入るっておっしゃってたんで、うん、ライフジャケットがそこにあるんですけど、はい、多分、うん、着てる時に、うん、もう寒くなりそうじゃないですか。うん、もう冷えますね。でしょ、はい、どうしますかね。どうやったらいいだろうな。この熱々をキープしたまま行きたくないですか。うん、もうここで着ちゃダメかな。ここでね。そう。あ、じゃあライフジャケットちょっとパッと取りして、このあったかい状態でここでこうカチッ、なんかあるんですよね。多分ね、こうガチャンってしなきゃいけないからね。ちっちゃくなってそこでテテテテテって着て。そのまま行きますか、はい、あ、そっちの方がいいかも。じゃあじゃんけんして負けた方が取りに行きます。寒いんで、そうですね、はい、じゃあ、うん、じゃあ最初はグッジャケット。お願いします。お願いします。あー寒そう。あー、どんな外気なんだろう今。よいしょ、あー冷たい。そんな気持ちが寒い。あ、危ない。色で迷った。ちょっとなんか覇気出てますよ。凍ってる。これどっちか。冷たい。これでいいのかな。こういうね、安全対策はね、やっぱね、こういうのをしていただけるとやっぱありがたいですよ。逆サウナすごい新しい。整う。ちゃんと整ってるな、ここで今。サウナ外、サウナ室浴。すごい。うわ、グワンガン来たよな。気持ちいいんすよ。なんか、わかります？わかる、なんかクッション、抱き枕みたいな感じで。そうそうそう、なんだろうな、ウィスキングした後に、はい、巻き布をしてこう休憩する時あるじゃないですか、はい、うんうんうん、今なんかちょっとこう包まれてる感じ。これ
タオルケット的な。あ、これいい。なんかね、めちゃくちゃ安心するんですよ、うん、しかもこれもあったかくなってきてます。あったかくなってきて、なんか背もたれにもなんかクッションがあって、なんかこうやってやっぱり身をもって体験するからこそ新たなものが生まれるって。はぁ、ね、整ってる。あの、なんだろうな、綺麗でしたね。綺麗、まず足、めちゃくちゃ足がもう透き通って見えたし、ほんと自然の揺らぎをあのこの暑いサウナの後に感じた時に、冷たいけどでもなんかこう気持ちよかったですよね、うんうんうん、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。体をこう常に揺らされてる感じがして心地よかったです。確かに、これでも夏とかまた太陽とかが出てる時はまた透明度がガラッと変わって綺麗なんでしょうね、うん、だから一期一会の水風呂ですよね、これね。やっぱりこうやってサウナがあるから楽しめる自然が北海道にはあるから ね、 ね、楽しいですよね。どこ行ってもこのね、いろんな楽しみ方をこうね、見つけさせてくれるっていうのはもうめちゃめちゃやっぱ北海道、このサウナのこのやっぱ受け、何て言うんですかね、やっぱすごいっすね北海道、本当にすごい。で、美里さん、うん、今回、3回目でしょ、はい、で今回のサウナ旅では1施設目です、まだ、はい、うわあ、これでしかも3個ありますからね、このボリュームで。そうなんですよ。大丈夫ですか。どうなっちゃうんだろう、本当、うん、もう全部多分いろいろこうまたね、違った顔を見せたり、違った体験ができるような施設だと思うんで、楽しみですね。はい、マグマンペイの後ほどサウナで。